まず、ETF の仕組みですね、ETF とは何かということで、仕組みとです、ねえー、一般的に取り扱われています、投資信託の違い、これについてあのお話をしていきたいと思います、それと2番目、えー、ETF にはいろんなその、まあ、種類といいますか、あいろんな指数に連動した ETF がありますので、まあ、それをご紹介していきたいと思います。まあ、大きく分けて、えー、国内の ETF と、 もう一つは、最近設定がですね、非常に相次いでいます、海外 ETF。これについてご紹介いたします。で、3番目、まあこれはお待ちかねだと思うんですが、まあ実際どのようにあの、投資の戦略をこの ETF を使ってやっていくかということを、まあ3つほどご紹介できればなと思います。で、4番目。 あのもちろん ETF というのはです、ね、指数に連動して、えー、動く、まあ、株式だというふうに捉えていただいて結構なのですが、まあ、結局のところ、あのその株価の動向がどうなるかというのは自分自身でやはり、まあ、結論といいますかです、ねえーまあ、見方をです、ね、一応あの作っておいた方がいいだろうということで、えーまあ、4番目としては まあ、マクロ経済の動向の見方と株価の方向性判断ということで、いろんなあの指標の見方とかですね、まあ、どこで取れるか、何を見たらいいのか、まあ、最低限これは押さえておきましょうというようなお話を紹介していきたいと。まずですね、ETF と投資信託、いろいろなカテゴリー、切り口によって違いがありまして、えー、まずあの、売買価格ですね、まあ、ETF の場合はですね、立ち合い時間中、まあ、要するに9時から3時、あるいは大償ですと3時10分まで、これはまあ、随時、 売買が可能であるということですね、でえー、投資信託の場合、これはまあ基準価格というものが1日に1回、えー、通常、まあ、日本株に投資する投資信託ですと、そのいわゆる場が終わってからですね、えーまあ、有告に出されるものですね、ただ、まあ、皆さんの手元に届くのは大体、まあ、新聞発表で翌日と、こういうふうな形になっています。 で、ポイントはですね、1日1回にしか計算されないということで、日中いかに価格が動こうともですね、えー、いわゆるう終了時の価格でしか買えないという,う、まあ、いわゆるデメリットがあります。で、もう一つ、あの、売買コストですね。これは ETF の場合は、売買委託手数料、証券会社に支払っていただく手数料のみが手数料という形でかかってきますが、まあ、実際にはですね、えー まあ最近ではあ、こういったその、おいわゆる売買手数料も相当低くなってきてますので、えー、買うだけ売るだけという形でせれば、大体その買った金額の0.1%ということが、まあ、通り相場になってます、えー、これ日時になります。で、毎、ま、日、あ、上がったり下がったりしてるんですね。大きく下がる時もあれば、大きく上がる時もあるとで。下がって下がって下がって、まあ、どん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 、まあ、緩やかにまあ上がっていく。まあ、これが株価ですので、えー、っとですね、 それを考えますと、まあ、もちろん上昇もしてるんですが、ということは、まあ、どういうことかと言いますと、ヒラメ戦術を使うのであれば、単純にですね、何パーセントが下がったときに買えばいいじゃないかということなんですね、私最強と言ってるんですけども、いわゆるあのドルコスト平均法とヒラメ戦術を一緒にやることで、えーまあ、実際には貯蓄にもつながるし、 平均株価以上のパフォーマンスを皆さん手で次元できる一つの方法なんですねですあの先ほどあの中長期的に ETF 上場投資,投資術先日リスク管理売買タイミング ETF とはエクスチェンジトレーディグファンドの略で投資や代償などの取引所で取引されている投資信託のこと一般の株式と同様一日中いつでも売買できる なりゆき、差し値注文のどちらも可能。トピックスや日経平均などの主な株価指数に連動するように作られているため、値動きや損益の把握も用意。信用取引が可能。などの特徴がある優れものだ。本 DVD では、そんな魅力的な ETF 取引の戦術、リスク管理、売買タイミングなどをコンパクトにまとめて解説する。